ジェームズ・ジェミー・マクミラン3世は、ニューヨーク州ブルックリンクを活動の拠点とする、アメリカ合衆国の政治活動家、法末候補、空手の達人、ベトナム戦争機関兵である。郵便局員、ストリッパー、私立探偵の職も経験している。ニューヨークを拠点にした政党である、家賃がクソ高すぎる党の設立者、代表として最もよく知られている。 1993年以来、少なくとも6度にわたって選挙に出馬しており、中でも2010年のニューヨーク州知事選では、得意な政治的主張や立派な顎ひげ、黒い手袋といった外見的特徴から注目を浴びた。2010年12月には、共和党員として2012年、アメリカ合衆国大統領選挙へ出馬する意向を表明した。しかしながら投票用紙に、 マクミランの名前が載ることはなく、彼は家賃がクソ高すぎる党に戻って自身の政治的主張を続け、2013年のニューヨーク市長選に出馬することとした。2014年市長選にも出馬しようとしたが、投票用紙に名前を載せることができなかった。2015年12月1日をもって、党と政治活動から離れた。 1993年のニューヨーク市長選に家賃がクソ高すぎる党の公認候補者として出馬した。マクミランにとっては初めての経験となったこの選挙戦で彼はある時木にくくりつけられてガソリンをぶっかけられた。その後彼はブルックリン橋に自ら登りテレビ局が俺の主張を放送するまではここから降りないと言った。マクミランは 一般投票用紙への記載に必要な正願数7500票に300票、足りず投票用紙に名前を載せることができなかった。マクミランは次に1994年のニューヨーク州知事選に出馬した。この時は住んでいるブルックリンから徒歩でアップステートニューヨークを通ってバッファローまで行った。道中、ホームレスの避難所に泊まりながらの旅だった。なお、キロも でで行こうと思ったたたがロチスターで怪我をしたためやむなくバスで戻ったバッファローに着いた時民主党の州規模の党大会が開かれていた。そこでマクミランは州知事候補マリオクウモの演説を邪魔して中断させたところ会場からつまみ出された。投票用紙に名前を載せることが必要な署名の数が足りなかったため、 名前を筆記することで投票することになる候補として活動を続けた。2000年の合衆国上院選においてもニューヨーク州の議員候補として立候補したが投票用紙に名前が記載されなかった。2005年と2009年のニューヨーク市長選における11月総選挙投票用紙には適格性が認められ2005年には4111票2009年には 2332票を得た。2006年のニューヨーク州知事選では13,355票を得て6人の候補者中5位につけた。家賃がクソ高すぎる党の設立者、ジミー・マクミラン2010年のニューヨーク州知事選のためにマクミランは民主党内で公認を得るための一時選手続きを行い、家賃が クソ高すぎると陣営に対しても言った。しかしながら民主党への公認願いを得るための努力をほとんど何もしなかった。彼の名前が載った13,350の署名の内大多数は民主党への公認願いをマクミランと共同で行ったランニ・クレディコが集めた。クレディコは投票用紙に名前を載せるために一万五千票必要であったところ、二人合わせて トータルで2万票を超えにするために、マクミランに1万票の署名を集めるノルマを積んだ。しかし、マクミランは最後まで行わず、両候補は一時戦で勝つために必要な署名数が、ニューヨーク州法務官、アンドリュークオモに及ばなかった。クレディコは、司会しに、マクミランのことを、ジャック・オフとか、ソーリー・アストののしり、俺の邪魔をした、入馬者一台分の何も書いていない。 紙ペラを提出して、新車に乗って、アルバニーから出て行ったと求断した。マクミランは、家賃がクソ高すぎる陣営が一時戦で勝つために必要な署名の提出の手続きをした。そうすると、周知事候補でないものが請願に含まれることになり、請願は手続き上無効となる。しかし、請願には誰も異議を唱えなかったため、マクミランは投票用紙に何とか、 名前を載せることが認められた。マクミランの人となりが非常によく現れた2010年の州知事選における討論会では同性婚についてお前が靴と結婚したいって言うんなら俺はお前と結婚するぜってのが家賃がクソ高すぎる等の意見だ。と述べた。討論会の後、マクミランはメディアから非常に大きな注目を集めた。 メディアへの露出が増えたためマクミランの偽物が続々と生まれた。写真の2人はワシントン DC におけるラリーツーレストアサニティオアフィアーという政治集会で目撃された偽物、マクミランは4万1129票を集め、候補者7人中5人目で終わった。得票の多くはプロテストボートである。勝者アンドリュークオも250万票、2位の カール・パラディの140万票であった。マクミランの得票数は、リバタリアン党の候補者、ウォーレン・レッドリッチと、同程度、反禁止党の候補者、クリスティン・エム・デイビスの約2倍であった。また、マクミランは、黒い手袋をはめていることに関して、討論会で、俺は、退役軍人だ。俺がベトナムに2年半いて、同の勲章を3つ取ったことを忘れるんじゃねえ。だけど、 枯葉剤の化学物質、あのダイオキシンとかがいっぱい混ざったやつだ。あれで病気になっちまった。俺が今晩、家に帰って、これを脱ごうとしたら、きっと息が詰まるに違えねえ。よくわかんねえが、心理的なもんだろう。だけどとにかく俺はこれをはめるんだ。と述べて話題になった。マクミランの選挙戦をテーマとした、長編ドキュメンタリー映画も制作された。監督は、アーロン・フィッシャー公演。 制作はクリスティアン・アルムグレン。ニューヨーク州知事選の選挙戦全体と選挙に敗れた直後の出来事を追ったドキュメンタリーでアーカンソー州のリトルロック映画祭やブルックリン映画祭に出品されたが2011年8月まで正式公開されなかった。マクミランは民主党の一員として登録された。ところが2010年12月23日に俺は 共和党に倶えすると言って2012年の大統領選に共和党員として出馬するとした。理由は現職のバラク・オバマに民主党の指名を受けるための候補者争いするのを避けるためだった。彼はまたパフォーマンスアーティストで活動家のバーミン・ラブ・シュプリームと共同して選挙戦にあたり、シュプリームの2012年大統領選に取材したドキュメンタリー バーミン・シュプリームとは誰だはみ出し者の公開録にも出馬仲間として登場した。マクミランとシュプリームは自分が大統領に選ばれたら副大統領に相手を指名するという名役をお互い結んだ。マクミランは2011年2月の保守政治活動協議会や3月のノースイースタン大学で政策科学学生協会が開いた。 政治集会に出席し、重要な政策議題について討論した。マクミランは、抗議運動、ウォール街を選挙せよの際には、抗議者たちは投票すべきでない人物に投票してしまったと批判したが、抗議者らが抗議する権利は擁護した。2011年11月15日、マクミランは、抗議者らが選挙した会社の一つの23階オフィスで、後半を開き、 自分の法律スタッフとメディアの代表者らの話し合いに余計な口を挟んだ。また、2012年のオキュパイテナーフライで行われた5月祭で、基調講演を行い、抗議者たちに向けて、大学の授業料もクソ高すぎると述べた。マクミランは、自分の強みは、ソーシャルメディアを握っていることと、ケチることがうまいことと、誰にも真似できない斬新な政策を思いつくことだと、した。 しかし、マクミランは、どの共和党討論会にも呼ばれず、指名候補者争いにも投票用紙に名前を載せることができなかった。2012年9月13日、マクミランは、翌年のニューヨーク市長選に、倉がエリック候補をすることにし、オバマ大統領を信任した。ニューヨークの街角に立つマクミランと彼の車2012年9月13日、マクミランは、 ニューヨーク市長選への4度目の立候補をすると表明した。2013年4月24日、YouTube に家賃がクソ高すぎると歌うビデオをリリースした。このラップソングの中で彼はアメリカの経済問題について貧困、食なし、クソ高い、賃金、教育、クソ低い、経済回復クソ遅いなどと歌った。この動画は アップロード後2日で30万回再生された。マクミランは民主党の指名候補者選挙でアンソニー・ウィーナーを信任した。一般投票ではマクミランは1990票を得た。2014年5月22日にマクミランはニューヨーク州知事選に再度出馬する意向を表明した。しかしながら彼の提出した投票への請願には異議が出された。そして署名数が 規定数を満たすようにコピーした請願が多数見つかったため選挙から追い出されることとなった。結果としてマクミランはリバタリアン党の候補者であるマイケル・マクダーモットを知事として信任した。マクミランの政治的立場は大衆に迎合することによってその多くが導かれる。ロチスターの民主党年代期は1994年の 家賃がクソ高すぎる党の政策考量について、マクミラン氏は、州知事選への意気込みとして自分は持たざる者の,の代弁者となりたいと述べたが、彼の示すソリューションを見ると、彼は共和党員よりも共和党員らしい。と記した。元はフロリダ州のニュースムナービーチの生まれで、独身。二人の成人した子供がいる。上は2013年時点で40歳になる娘で、 この娘のことを、マクミランは、ベトナム戦争の頃軍務についていた自分が、枯葉剤にさらされた結果、障害を持つようになったと主張している。下は2013年時点で34歳になる、息子で、目下のところ、米国軍人である。ベトナム戦争後の1970年代には一時的に、R、R&B のレコーディングアーティストもやっていた。マクミラン自身の言うところによると、 独立して仕事をする前はブルンスウィックレコードに短期間いたとのことである。また、1993年より前にバークレープライベートセキュリティインベスティゲーションスアカデミーを卒業したという。また、男性のストリッパーとして働いたこともあれば、過去にマリュファナを吸ったこともあり、一番のお気に入りの映画はディープスロートだという。 ニューヨークタイムズ氏のインタビューによると、マクミランは現在ブルックリンクフラットブッシュのアパートメントの部屋代を払っておらず、1980年代からそうしているという。大家は、マクミランがアパートメントビルのメンテナンスの仕事をする代わりに、そこに無料で住むことを許している。以前、マクミランは、ウォールストリートジャーナル氏に、俺は月に800ドルの家賃を払っていると言っていたが、 ニューヨークタイムズには全く払ってないと言っている。また彼は息子がマンハッタンのイーストビレッジに借りているアパートを月900ドルでシェアしているという説もある。イーストビレッジの部屋の大家はマクミランがフラットブッシュに住んでいてイーストビレッジに住んでいないことを根拠として彼を追い出すつもりとしている。1977年からイーストビレッジの部屋を借りているマクミランは フラットブッシュの部屋は、家賃がクソ高すぎる等のオフィスとして使っているだけで、そこに住んでいないと主張している。ありがとうございます。